日はレタスとベーコンのサラダ作っていきたいと思います。まずは厚切りのベーコン1枚を6ミリぐらいに切って、弱火でカリカリに炒めていきます。はい、ドレッシング作っていきます。マスタード、ニンニクのチューブ少々、白ワインビネガー大さじ1、塩少々、黒胡椒も少々、混ぜ、ベーコンはカリカリになるまで炒めてください。お好みの油、我が家は米油使用しております。サラダ油でもオリーブオイルでも何でもいいです。はい、少しずつ加えてよく混ぜていきます。マヨネーズ、大さじ1、硬さを見ながら生クリーム加えていきます。はい、レタスを半分に切ってお皿に盛って、ドレッシングを上から全体にかけて、カリカリに炒めたベーコンを全体に散らしていきます。黒胡椒をたっぷり振って、最後にパルミジャーノチーズをたっぷりとすりおろして完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。